それじゃあいつも通り繰り下がりのある引き算4つ問題をやってみたいと思いますまず1番ですこういう時は1の位を見てあげたらいいんやけど0-2ってできへんねんなのなのでその時には10の位君は30もあるんやろうということで 一つ崩してあげるんやね。一つ十を崩してあげますそうすると崩れてない方は二十やなこの崩れた方の十から二を引いて八になるそしてこの引き算したものと二十崩れてない方を合わせたらいいので二十と八で二十八になるんやねこういうふうにして繰り下がりのある引き算を計算したらよかったやな そしたら同じように2番もやってみようか2番は80 8はになってます。これも1の位を見てあげるとこっちが0なので引き算できませんそういう時はこっちを崩してあげるんやね10崩してあげたら80はもともとあるからこっちは崩れない方が70やね そしてこの崩した十からこの八を引いてあげたらいいので十引く八は二やねそしてこの出てきた二と崩れてない方の七十を合わせたらいいので七十と二で七十二になりますそしたら次三番三十六引く九はです今度は36っていうふうに ゼロになってないませんやけどやっぱり六引く九ってできへんよねなのでこの三十十のくらいの三を崩してあげます崩してあげると十と二十になるんやね十だけ崩してあげるからで,でもここに六があるのでこの十と六から九を引いてあげるんですここがちょっと難しかったよな 十崩してあげた方ともともとある六を合わせて十六から九引いてあげるそしたらこれはいくらになる十六引く九は十六っていうのは十と六やから10から九引いて一やね一と六で七やねこの計算はパッとできるようになっていると楽やね十六引く九は七です,7ですそしてこの七と 今崩れた方を計算したよね。崩れてない方の20を合わせてあげたらいいので20と7で27になります。ちょっと難しいね。そしたら今度4番です。4番は75-7はになっています。やっぱり今度も5-7できないので崩してあげないといけないんやね。 崩してあげるとどうなるかっていうと十崩したらこっちらは六十残りますえそして今度はこの十と五これから七を引いてあげたらいいこれやったら引き算できるもんね十五引く七は八やね十から七引いて三三と五で八ですなのでこの八と 崩していない60を合わせて68になりますよ。と出すことができました。え、繰り下がりの引き算、ちょっと計算たくさんステップ手順があるんやね。なので、計算のミスも間違い。もしやすいです。何度も練習をしておくようにしといてください。